今回はね、ギタープロの高速、素早く打ち込む方法を教えていこうと思います。まず新規作成でね、新しい譜面、スコアの画面になりました。で、ギタープロはね、この左の場所でね、音符の長さを決めれます。4部だったり、8部だったりね、16部がありますね。で、テンキーのプラスマイナスでも変えれます。ショートカットですね。はい。じゃあ音符の長さを決めたらね、ここでね、弦が選べてね、1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦ですね。で、じゃあ、2弦のね、例えば5フレットに打ち込みたいと思ったら、ここで数字の5を打ち込んであげると入ると。で、また隣に行って、こうやってどんどん打ち込んでいくっていう感じですね。そうすると、まあ、打ち込まれていくっていう感じですわ。例えば、これで、みたいなのが打ち込まれていくっていうね。これがまあ通常のね、まあ打ち込みの仕方なんですけどね、キーボードで打ち込んでいくっていう。でも今回はね、もっとね、便利にね、打ち込みたいと思うんでね、このね、今持ってるね、ヤマハイージーギターを使おうと思います。で、通称光るギターと言います。で、電源を入れてみると、ほら光り出した。指板がね、赤く光ってるのわかります？そう、これね、本来はギターが弾けない人向けにね、作られたものみたいなんですけどね。でもちゃんとね、その指板をね、押さえるとね、ちゃんと音鳴るんですよ、これ。ほら、Em の音とか、Am、F、G、バレコードね、Am。すごいっすよね。で、しかも、ちゃんとスライドとかもね、表現してくれてるんすわ。で、なんとね、まあこれ、12フレットまでしか、ないんですけども、まあ、このね、押さえてるフレットと、このギタープロがね、連動するんですよね。まあ、じゃあちょっとやってみようと思いますね。で、それにはまず設定がね、必要なんですよね。ギタープロのね、サウンドですね。サウンドで、まずこの、ミディキャプチャーにチェックを入れてください。はい、チェックが入りましたね。で、その後またサウンドから、オーディオミディ設定に行きます。で、ここでね、デバイスがね、僕はね、このスタインバーグの UR22 使ってるので、まあこの UR22 が表示されてるんですけども、まあここでね、自分が今使ってるオーディオインターフェース、ミディをつないでるやつを選びますね。で、キャプチャー感度ですね。これ僕は80ぐらいでやってます。これなんか低すぎると、コードとかを打ち込むときにちょっとね、検出がおかしくなっちゃったりするんで、まあ僕はこうしてます。で、大事なのがね、この下にね、持ってくると、弦ごとにチャンネルを検出っていうところがあるんですよ。で、これをね、最低部弦を先頭チャンネルにするを選んでください。他のとこにするとね、このね、ちゃんと、ここでフレット、例えば5フレットとか押さえても、その5フレットって情報が、まあ、パソコンに綺麗に伝わなくて、なんか別のフレット情報で飛んじゃったりするんで、まあ、ここにしておきましょう。はい、これで設定はいきました。じゃあね、C メジャースケールでもやってみようかな、3弦から始まる。はい。お。なんと、これでもうね、はい。打ち込まれました。早い。とにかく早い。あと、ギターを弾いてる感覚になるんで、これでやってると。楽しいっていうね、このキーボードをポチポチ押すよりも。はい。クロマチックスケールとかな、こうやってすぐ、できると。ね、これが楽でいいんですよね。で、もうこういう単音弾きでもね、もちろん効果は発揮するんですけれども、やっぱね、和音、コードですね。やるときめちゃくちゃこれ便利です。例えば F。ほら、F って入るんですよ、これ。はい。もうこうするだけで F、G、Am が一気に。じゃん、じゃん、じゃん。って入っていくっていうね、めちゃくちゃ速くて便利っていうね、これはね、まあ別にキーボードでも打ち込めるんですけど、まあ僕はもう基本的にこれ使ってるかな。まあこれ使いつつ、イージーギター、キーボードでも、両方でも使うかな。まあ用途用途によってね、分けて、早く打ち込んだりしてます。ちょっともうね、この生産はね、終わってる商品っぽいんですけど、中古市場だとね、まだ
ある商品なので、まあ、気になった方はぜひぜひちょっと使ってみてください。そしてね、あとね、このギター12フレットまでしかないんですけど、ここね、ボタンでね、ちょっと見にくいけど、チューニングっていうね、ここを押すとね、プラス1とかね、2とか3とかできるんですよ。で、12フレットよりも、下のフレットね、高い音出そうと思ったら、ここで、例えばプラス1ってすると、で、12フレット押さえると13ってなる。だからどんどんこうやって上がっていくんで、まあちょっとね、押さえてるフレットとこの出てくるフレット情報は変わってはくるんですけど、まあ、もっとね高い音出したい、12フレットよりも出そうと思ったら、まあこのチューニングボタンを押してもらえたらいけますね。で、一応カポとかもね、カポボタン押した後カポ3とかやるとね、今カポ3なんですけど、ほい、その3が光ってね、まあカポも対応してるってことですね。まあ面白いですね。で、電源はね、AC アダプターか、単三電池でいけます。で、まあ僕はまあ電池の方でいってます。はい。では以上、光るギターで打ち込むギタープロの高速打ち込みの仕方でした。どうもありがとうございました。